ガッツマンの田中美希やないやし、23、ガサツのない守りで投手を助けた。背番号2が1軍に合流し即スタメン出場。2塁を守り2つの併殺に絡んだ。厳しいかなと思いましたけど、取ってから早く投げられました。と振り返ったのは5回無失塁の場面。田島のスプリットを堂林が振る。ボテボテの打球に3塁カリステが反応し、2塁へ送球してまず1アウト。田中が素早く1塁へ転送して2つ目のアウトを奪った。気を組んで1塁2塁の際に味方を脱臼して手術。ルーキーイヤーは1軍で出場できなかった。持ち味を粘り強さと相手が嫌がるプレーだと自分に言い聞かせる。今春キャンプを2軍で過ごし、2月下旬の本拠地練習で一旦1軍参加。2軍教育リーグに出場し、満を持たせて1軍に上がってきた。サキドラロクで新井から入団。同期に負けられない。ものが違うらしい。全然制御で去年のオープン戦は結構受けてたのにな。ロドリゲス130233OPS 261立浪運。開幕に有感は田中ロドリゲスで、石川にしても田中にしてもどんなに欠点のない完璧なフォームでも結果残せなければ意味がない。2023オープン戦3332023ウエスタン、1332024教育リーグ、4292024オープン戦000、まあ全部打数少ないけど田中守備はさすがないよな。ロドリゲスの方は辻田でよくないって感じなんだけど。でも村松は投射飛で打てるから外さんだろう。ショートはないと思うからセカンド村松とすると田中が使えんが。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録お願いします。